残り4投ずつ、はい、それかワンツー相手だからで、LS 北見は、はい、ここにですねにつけに来るか、もしくはワンツーが相手なんだよね、弾き出してロールするか、うん、どちらかですね、はい、うん、今ワンツーは相手にあるんだよねという声がね、試験に飛んでいましたけれども、そうですね、うん、後ろなら我慢してもいいと思うよ、うん、この角度はやるならぴったり、さて小笠原さんならどうされますか。ここで、そうですね、ワンツー相手が持っていますので、うん、ここで隠れランドといってガードの後ろに回り込んで、なおかつ黄色の前に止めるが理想ですね。そうすることによって、ナンバーツーのストーン、黄色のナンバーツーですね、画面の右側にあるストーンですね、はい、が生かされなくなるので殺してしまうと私たちは言うんですけども、そのようにこうつけることによってナンバー2の石を2にしないで意味のないものにしてしまうと、はい、そうですね、それができると非常に展開的にはロコソラーレは有利になってくると思います、LS 北見もタイムアウトを取りました、はい、こちら側にガードでうまく隠れますと、うん、このガードも後ろにも入りますし、逆に半分見えても相手は自分たちのストーンがあるから打ちにくいんですね、はい、2通りの、はい、パターンができてます、できてますので、はい、そしてうちらもう 4の石が2つあるから入ってこない、そうですね、先ほどセカンドの鈴木さんがやったこれでもいいと思うんですね、もしくはテイクレール、まあ、ロールでもいいと思います、はい、これロールする、これ見えてる、うん、さっき遅いウェイトで打ちに行ってますんで、うん、同じラインですので、はいはい、結構止めで良さそう、それをどうやら選択したようですかね、うん、はい、画面の左下8時の方向に見えています黄色のストーン、そうですね、まだ4投ずつありますので、はい、焦る必要はないと思うんですね、はい、両チームともまだ大丈夫ですか、はい、サード吉田の第1投です、やー、ヤップの声がかかって曲がり始めたんです、うん、ちょっと前のガード、ね、ショットあーっと、オッケーガードの石に当たってしまいました、はい、最悪もう外せばありがとう。